で、まあ、新宿に久しぶりに来ましたけども、バイクで走っていると、街並みが変わっていくのがよくわかります。建物もね、新しい建物ができたりしてますね。やっぱり、トラックとかからね、後ろに急に入り込まれたり、煽られたりするんですけども、なるべく相手にしないように、イラッとしたり、カッとなったり、切れたりしないようにしております。あと、この前、ちょっと衝撃的だったのが、原付が隣で信号待ちで並んできたんですけども、片手、左手をポケットに入れて、信号青になったら、10メートル、15メートルぐらい一緒に走ったんですけど、まあその後、左に曲がったんですけど、もうポケット突っ込んだままずっと走って、本当にね、危険なんで巻き込まれないようにね。ナンバー見たら埼玉県のある地域だったんですけど、まあ格好とか服装もなんかちょっとヤンキーっぽい感じのね、格好して、格好つけていたんでしょうか。気をつけていかないなと思います。まあ、ちょっと昼間は暖かいんですけど、朝と夜は冷えるのでね、バイク乗ってると。あったかい日、まだまだね、11月ですけど、あったかい日は昼間ありますからね。寒暖差ちょっと激しいんで、風邪もひかないように気をつけていきましょう。それではまた、バイク125は結構